おお、え、何？あ、こんなことできるの？待って、じゃあ出した。よし、切りかかれるのかな？ほい。おお、え、楽しい。このキャラ楽しい。はい、こんにちは、グリードです。今回は8月24日に、発売された新作 FPS コンコードをプレイしていきたいなと思います。この FPS はソニーが買収したスタジオであるファイアーウォークが制作した、新作の5対5の FPS なんですけど、 PC と PS 版でリリースがされて1ヶ月ぐらい前にベータテストが開催されたんですよ。で、この FPS 発売前からそのなんかすごく不評というか良くない話しか聞かないんですよね。まあいろんな理由があるかもしれないんですけど、この FPS っていうのは無料っていうのが当たり前の時代において、今回ねこのゲームはまさかの有料ということで、通常版が4480円、デラックス版が6480円と、まあ少し安めではあるんですけど、まあ有料なんですよね。僕自身はゲームっていうのはまあ有料であった方がいいと思ってる派なので、まあ全然そこはいいんですけど、なぜここまで良くない噂しかないのかっていうのをこう今日ね、製品版を実際プレイしていこうかなと思います。早速良くないポイントとして、今回 PC 版でプレイしていくんだけどさ、PS アカウントが必要だったんですよ。ね、PC しかやってない人も、そもそも PS アカウント持ってない人も多いと思うし、ね、わざわざ連携させないといけないっていうのは他のゲームだとあんまりないから、ちょっとマイナスポイントでしたね。はい。ただ、今回このソニーさんがかなりお金をかけた FPS というわけで、UI はかなりわかりやすいですね。グラフィックもまあ基本的に細かく、設定できるんだけど、FPS 上限は240までかな。で、DLSS も対応してますと。視野角ありました。フォブスケール。1.00。1.00 ってどういうことだ ?1.0 から 1.20 に上げられるけど、これ、つまり、フォブいくつどういうことこれ。フォブいくつなの ?1.00 はフォブいくつなのこれ。ちょっとまあ上げとこうか。一体いくつになってるのかわかんないけど。まあ早速プレイしていきましょうか。あ、How to play? どうやってプレイするの？特に説明ムービーとかチュートリアルがあるというわけではなくて、テキストで全部説明されてるというマニュアルが。なるほどね。まあまあ、FPS っていうのはやってなんぼですから。まあ、訓練所もありますね。あ、トレーニングありました。申し訳ない。トレーニング、ソロ、ブロール、オーバーラン、敵をキルしていくハイペースなリスポーンモード。まあ、こちらやりましょうか。多分、一番ベーシックなルールだと思うから。おいー。まあ、世界観は、まあ、宇宙が舞台で、これ雰囲気ね、なんかキャラクターのデザインも見て思ったんだけど、マーベルのさ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、まあ僕あの映画すごい好きなんだけど、それにすごい似てるような気がするんですよ。はい、キャラクター選択。ね。まあこれ人間だったり、ちょっと宇宙人っぽい。まあ大体宇宙人か。宇宙人だね。ね、すごくこう、わかるから、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっぽいよね。一旦まあ一番左の、おそらく初期キャラの、人間かなに一旦してみようかな。テオさん。5対5です。武器は選べたりはしないのかな多分。あ、でも UI はすごくいいし、やっぱキャラクターのグラフィックめちゃくちゃ綺麗でしたね。これタンクかでっかでっかちょっと待って。キャラでこんなでかくていいのか取れるこれ。さあ。グラフィックはすごく綺麗。まあこのデザインがね、どうしても、そうだな。もうこの時点でみんなわかると思うけど、まあ日本的ではないよね、どうしても。これルールとしてはチームデスマッチってことかな？体力は自動回復じゃないのかな？これ一応回復ポイントがありますね。全然敵ないけど。いた。なんだあれ？なんだあれ？誰かの設置型スキルかな？味方もいている。あれ敵のタンクですね。削って。E は何だろう？グレネードか。このキャラが一番ベーシックっぽいね。ナイス。味方が二人やってくれてる。前上がろうか。あのタンク、めちゃくちゃ硬いぞ。Q は何だろう？スモークとグレネード持ってるのか。まあ、本当に普通の FPS キャラだね。やべ、自爆する。なるほど。バリアはグレネード通らないんだ。このゲームは FPS で珍しく、試合中にどんどんバフをかけていくみたいな。仕様とは聞いたんだけど、どうやっていくのかな？お、オッケー、記念すべき1キル目。体力ゲージめちゃくちゃでかいね。まあ、わかりやすくはあるね。
あ、このキャラブーストあるね。ジェットパックついてる。まあ、基本的に体力の硬さも相まって、オーバーウォッチが近いのかな、感覚。お、これ、なんか味方の周りに言うと体力が回復してるような気がするな。これチームデスマッチだよね、本当にただ単の。おーおー、いけるいけるいける。ミリだけど、詰めていいのか？詰めれるな、これ。ナイス！いいね。中に入って壊さないといけないのね、シールドは。やばい！でかすぎ。ナイス。意外とタンクも味方といえば、撃てば割と柔らかいね。はい、ナイス。ちょっと次死んだらキャラクター変えてみようか。これあまりに、多分ね、これ、オーバーワッチでいうソルジャーだよね。一番ベーシックで戦いやすいっていう。いや、なんかね、動画で、プレイする前に動画で見た印象よりも全然楽しいっすね。UI とかサウンドもすごくいいし、そんなにもっさり感は感じないけどな。ほら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 。まあかなりオーバーウォッチ味はあるけども、オーバーウォッチよりも結構、ここまでキャラゲーではない感じしますね。ナイス！いいよ、どんどん押しちゃおう。おい、いいね、気持ちいい。リスポーンが変わるとかはあるのかな？ありそうですね。後ろ反転してるな。あと道切る？やばいやばい。ほら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 。押し打ちも結構当たるね。これ死ぬかな？ああ！じゃあ、この、オレッチ。オレッチだ。オレッチだ、行くぜ。オレッチは何？リボルバー持ってるね。E はなんだ、これ。爆発する投げナイフってことか。この人もちょっとダブルジャンプ？ジェットパックじゃないけど、ちょっとジャンプができる感じか。グラフィックはほんと綺麗だな、マジで。やばいやばい。あ、これ死んだかも。なんかこのキャラ回復できるかも。これでもう無敵だ。結構回復するね。あ、連射できる。オッケー、1キル。え、もうすぐ回復できるな。ん？なんか後ろいない？海外のコメントで、この FPS は、海外の子供が、映画の最中にやってるよくわからない FPS っていうコメントがあったんだけど、確かにデザイン的にはわかる。言ってることわかるわ。じゃあ今度この子。アシストキャラ。それにしても、味方も敵も含め、体力のゲージ、でかすぎないかな。どこまでしなくてもわかるけどな。おー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 、オッケー。E はなんだ？グレネードっぽいね。で、Q。センサーかな？ラウンド1。え、1ラウンドじゃないの？ 11 キルしました。トップ。メインメニューに終わる。ラウンド1って書いてあったけど、終わりっぽい。じゃあこれがただのチームデスマッチだとすると、こっちはなんだ？オーバーラン。あ、マッチングした！え、ちょっと2、3分かな？マッチングしなかったです。今日発売だよね。え？ 8 月24日、そうだよね。今日発売のはずなんだけどな。ちょっと、もうマッチング心配だな。今日の時点でこんなにマッチングしないことある？2つのゾーン、2つ以上のゾーンを確保し、ライバルクルーから守り抜こう。まあ、エリア拠点、ドミネーションとか、そんな感じかな。じゃあ、一番気になるこいつ選んでいいっすか？どうも。いやー、面白いデザイン。まあ、宇宙ね。宇宙が舞台ってなると、やっぱりこう、人間のね、感性ではないデザインっていうのが重要だったりもするから、可愛いじゃないですか？ハートがついてるよ、ハートが。まあ、前回スプリットゲート2をアルファ版やったんですけど、うん、それと比べたらすごくおしゃれで分かりやすい UI だね。よし、行くぜ。足おっそ。足おっそい。あ、そうだ、ABC で、そうですね、ドミネーションですね、これ。これ取れる？取れてるか？これ本当に。はい、ちゃいちゃ。このキャラはヒールにタンク役だから、まあ味方と共にやっぱ行動した方がいいね。で、これガトリングガンかな思ったら、ガトリング、壁出てきた。ガトリングじゃない。なんだこれ。痛い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 。え、痛すぎないか。エアバリアを展開。なんか投げた。あなんだこれ。エリアに向かうのが遅すぎる。あ、これ吸い込んでる。なんだろう。エアバリア。
エアバリア設置。エアバリア設置。これ？こういうこと？エアバリアだ。そういうことか。本当にエアーか。空気だ。これ空気でバリアになってんのかな。いや、あ、倒した倒した。敵のタンクダウン。エアバリアをどうぞ。エアバリアどうぞ。エアバリアどこ？いや、これ終わったやん。終わったやん。ちょっとタンクむずいな。ほら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 。いや、硬え。硬いのか。多分僕のキャラが本当に攻撃力ないんだろうな。ナイス。でもダブルキル。なんか、B いなかったか、今。ナイス。いいね、3ダウン。で、4枚目。ナイス。いいよ。いけるじゃない。ナイス。ちょっと待って、一番気になるわ、こいつ。待って。おー、ナイフ。ダブルナイフ。投げナイフのみ？おー、何？あ、こんなことできるの？シフト2回押しで、ローリングというか、ドッチというか、こんなアクションゲームみたいなことできるんだ。はい、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 はい。全然減らないんだけど。助けてほしい。グレネード。待って、じゃあ出した。よし。なんかうまくいった。E ボタンで切りかかれるのかな。ほい。おお、楽しい。このキャラ楽しい。オッケー、 B 拠点行こう。 B 拠点行こうぜ。誰か助けて。やばいやばい、死ぬ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 。ヒーラーいないときついな。体力1やん。あ、それ取らないで。取らないで。これ自動回復ないのか。よし、ナイス。このキャラめちゃくちゃ楽しいじゃないですか。ただ体力が一向に回復しない。9は手裏剣。あんまり効かないな。OK。1キル。おいし、ナイス。一番楽しいよ。これはまあ、源氏？これ源氏ってことですよね。まあ、オーバーウォッチにデスティニーかなぁ。ね、時々三人称になったりするところもちょっとデスティニーっぽいですよね。ナイス。いえ、ちょっとこれはダメージ低い。これ源氏だよね。お、やったやったやった、1キル1キル。これ味方にヒーラーいないとめちゃくちゃきつい。自動回復が一切ないですね。今気づいたけど、ピンが、回線が1なんだけど、回線めちゃくちゃ悪いわ。これ、ピング表記で言うと、いくつですか？一体どこサーバーに繋がってるんですかね？敵をキルした時の表記が遅いな思ったけど、そういうね、仕様なのかなってね、思ったけど、これ違うわ。ラグいだけだ、これ。うん、ラグいんだ。めちゃくちゃ。ほい、手裏剣！ナイス！いや、このキャラめっちゃ楽しい。オーバーウォッチの源氏ほど、その難しくもない。手裏剣、手裏剣。やった、やった。よくわからんけど。倒してるわ。ブン。さすがに無理か。あ、勝ちました。いや、まあ本当、プレイ前に聞いてた不評よりは、断然面白いっすね。一試合も結構短め。いや、基本的なクオリティ、グラフィック、UI とか、まあゲームバランスはちょっとよくわからないけど、まあ、全体的には高評価。ただ、目新しさはどうしても感じないかな。それに加えて無料ではないっていうのが、そうですね。60点かな。もう少しこのゲーム独自の面白さ、要素があったらいいのかもしれないけど、今のところまあ、オーバーウォッチ、デスティニー、他のゲームにもあるような内容だから、ちょっと難しそうな感じはするけど、その事前に聞いてた不評よりは全然面白いです。そんな不評な作品というか、面白くそゲーというわけでは全然ないですね。はい。まあ、価格も5000円以下だから、まあ一回ちょっとやってみるっていうのも全然ありなのかなとは思いますよ。はい。そんなに後悔はしないとは思います。というわけで、今日は新作無料 FPS コンコードをプレイしていきました。まあ、まだまだ、なんかレベル解放できてないものもあるんですけど、まあ、これをやったら意見が変わる
ことはならないと思うんだけど、はい。リスポーンのない、いわゆるサーチ&デストロイみたいなラウンド制ルールも一応あるみたいですけどね。なんかこっちはマッチングしないってみんな言ってましたね。よかったら、高評価よろしくお願いします。こんな感じで新作無料 FPS、無料、ごめんなさい、無料じゃないか。新作ゲームをどんどんやっていくので、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。